米中経済貿易協定の署名式米中貿易戦争はアメリカ合衆国と中華人民共和国の二国間における貿易摩擦のことである。20世紀初頭から約100年にわたって世界の覇権を握ってきた超大国であるアメリカと1990年代から経済的に急成長を続けて21世紀に台頭した中国による 派遣競争の一面と位置づけられている。米中首脳会談米中通商協議で訪米した、リューツル副首相と会見するトランプ大統領2019年 G20 大阪サミットでの米中首脳会談米中経済貿易協定の署名式、アメリカ合衆国は交渉の進展に応じて、追加関税の適用範囲を4段階に分けて、 拡大する方法で中国に情報を迫った。しかし、交渉は決裂し続け、2019年には米中双方が互いのほぼ全輸入品に追加関税を課すことを表明するに至った。関税は中国企業だけでなく、中国で生産してアメリカに輸出している各国企業にも適用されるため、 サプライチェーンを通して世界経済に大きな悪影響が生じることが指摘されていた。アメリカ側の主張は中華人民共和国の経済に関するものと中国共産党の政治体制に対する批判に分かれる。2018年10月4日にマイク・ペンス副大統領がハドソン研究所にて講演した内容にてこれらの主張がまとめられている。トランプ政権は 貿易赤字に関する問題は中国が関税を適正化することで解決すると考えているが経済学においてはアメリカの過剰消費及び貯蓄率の低さが原因であると考えられている稼ぐ以上に消費するため赤字になる1980年代の日米貿易摩擦では日本経済と中国経済の研究者である小宮龍太郎によるイズバランス論や 2007年の世界金融危機でもアメリカの貯蓄率の低さ、過剰消費体質が問題にされていたが、その後一時的に貯蓄率は上がるも再び低下し、2018年には貯蓄率の低さ、過剰消費体質が問題になり、貿易赤字の原因にもなっている。ありがとうございます。